以後の第一期規制戦は1976年に開催された。規制戦は読売新聞が1975年まで主催していた名人戦が日本棋院との間のいわゆる名人戦騒動により朝日新聞に関されたために当時最高額の契約金による序列第1位の新棋戦最高棋士決定戦。 規制戦として創設することになったタイトル戦である。各段優勝戦、全段総破戦を経て、最高騎士決定戦の決勝戦に進出した、関西棋員の橋本太郎九段と、日本棋員の藤沢秀幸九段による七番勝負が1976年12月から1977年2月に行われ、4勝1敗で勝利した藤沢秀幸が、 1> 第1期規制委についた。7番勝負の内容は、読売テレビとしては、初めての以後番組、規制戦激突の府として放送された。また第4局の行われた北海道では、これを記念して、北海道大学規制戦が開催され、第4局当日に、決勝戦が行われた。各段戦優勝者によるパラマス戦では、3段戦優勝の王立成が4。 連勝して勝ち上がり、規制戦防衛と呼ばれた。決勝には八段戦優勝の加藤正夫と七段戦優勝の小林光一が進み、加藤が全段走破戦の優勝となった。また、日本棋院と関西棋院の交流対決は、日本棋院64の43関西棋院という結果だった。大竹秀夫名人、竹宮秀樹本因坊、林美保十段、 藤沢秀幸天元、全団総派戦、ベスト四の加藤正夫、小林光一、大平修造、白石博士、新規海水戦の橋本宇太郎、坂田坂尾、石田義雄の計十一名が出場。準決勝の大竹橋本戦、藤沢武宮戦は、同じ十一月十一日にそれぞれ日本金印、西風の間、弱光の間で行われ、橋本は、戦番で、 あちこちの大石を巧妙にしのぎきって中押し勝ち。藤沢秋史細かい形成の5を千番反目勝ち。決勝七番勝負には第一期名人や前年の第一期天元戦優勝などで初物食いと呼ばれる藤沢秀幸と69歳の橋本宇太郎が進出し七番勝負を戦うこととなった。七番勝負に関西棋院の騎士が登場するのは 1962年、第17期本因坊戦の半田道元以来であり、第1局の立ち会い人も、両議員から1名ずつという異例のこととなり、長谷川明、白石博の両名が務めた。また藤沢は七番勝負の対局前には、断手して臨んだ。七番勝負第1局は、握って、藤沢の先番となって、下座に座る。序盤に、高め定石で、 藤沢の荒手が出て、その後黒が優勢に進め、白の大石を仕留めて153手目まで黒中をしがち。この壺根は前夜祭りで抽選に当たったファンク人が20分ずつ観戦できるという新企画も行われた。第2局は読売新聞北陸支社15周年記念行事の一つとして富山県氷見市で開催。白番藤沢が序盤校長だったが、 中盤のポカで、先番橋本が133手、中押し勝ちし、1勝1敗のタイとした。第3局は、先番藤沢が、序盤攻守で局面をリードし、その後橋本の粘りで逆転、最逆転、266手黒1目半勝ち。第4局は二軒場三城石の荒手から、白番藤沢が優勢に進めて、278手白5目半、勝ち。 第5局は、千番藤沢が、得意の中国流布石から徐々にリードを広げて、171手まで、黒中央しがち、4勝1敗で、第1期規制位を獲得した。決勝7番勝負1勝1敗で迎えた第3局、13手目の、黒1の手が好感覚と言われ、続く黒11、13の手も、攻守で、左辺次郎を圧迫しつつ、黒は中央に進出して、 優勢を築いた。この後白が盛り返すが、黒が勝ち切って藤沢が2勝1敗という位に立った。ありがとうございます。